なんかでも自分で作るってなるとすごい難しいですね。大丈夫、そこの天気に打ち込んで。ちょっと離れないでください。大丈夫です、大丈夫です。やろうやろう、みんな。はい、では。あ、動物だったら死んでたぞ、ブラシ。アイドルのライブするとき、クラッシュ入っちゃうことある。はい、私の中村袖プロデュース映画のコーナー、そっちも見これでも、なんか昨日の夜メモに書いたら朝起きたら消えてて、で、今日起きて消えてんなって思ってもう一回書いたらまた消えてて、なんか3回練り直したことになってるんで、でまずなんか自分で作ったことないんで、ちょっとやりたいことをね、あ、大丈夫ですか、やりたいことをね考えました。最初に入れたい要素みたいな、私向けない。やりたいこと、シチュエーションスリラー、私が好きな映画がシチュエーションスリラー、シチュエーションスリラーっていうのはなんか1個のシチュエーションで起こる怖いやつで、あの深海洞窟狭い道っていうのはあれなんですけど、このサンクタムっていうのはなんかダイビング、なんか洞窟に行ったら閉じ込められる話 で、 でもう一個あの今日配った冊子にも書いたんですけど、アズ・アボブ・ソー・ビローっていうのはカタコンベに、イタリアのカタコンベに閉じ込められる話があって、そう、あとなんかリミットとか生き埋めにされる話とか、あとサウナに閉じ込められる話とか、そういうのが好きなんですけど、パニックルームとか狭いのが好きなんで、だからそう狭いのが好きなんですよ。そして POV っていうのはビデオカメラ目線、なんか誰かが撮ってるビデオカメラをそのまま使いましたみたいなブレがすごいで、それがレックっていうゾンビ映画、あとクローバーフィールドとかが多分これです。あとオカルトも POV だったような気がする。あと入れたいやつ、一応4つある。 SF ホラー要素、これは SF ホラーで自分好きなのがライフっていう映画と、あと幽星からの舞台 X がすごい好きなんで、SF ホラーにしたいなと思いました。あと最後がほぼ泣いてた作中ね、ほぼ泣いてた女が最後力を発揮して生き残るっていう話にしたいなと思って、これは書いときました、忘れないように。はい、でタイトルが一番思いつかなかったんで、ちょっとタイトル後で募集したいと思ってるんですけど、とりあえず一旦私が考えた、ね、話を言います。とある村で池に近づくと死ぬと言われている村があった。そこに住むこれ若者のトマト、この主人公がトマトって言いまして、トマトは私の嫌いな食べ物がトマトなので、トマトっていう名前にしました。で、ある日、このトマトが庭で家族団らんしていたんですけど、妻と娘が、犬の散歩に出かけたまま帰ってこなかったんですね。で、あ、これ結構やばい矛盾出てきちゃったんですけど、なんか地元に取材、なんか新
新聞社でも何でもいいんですけど取材チームがあって、でその話を聞いた取材チームがこの件を調査するっていうお話です。どうしても POV にしたくて、誰かが撮ってくれる人をすごい探して、ちょっと取材チームでこじつけました。でトマトのおじいは、宇宙飛行士でした。でこれ調査の結果ね、もう調査のところは端折って、調査の結果、トマトのおじいさんね、おじいは宇宙飛行士で、その辺の星の探索をしていた。でその辺の星でよく撮ったよくわかんない細胞を育てたら、モンゴリアンデスワームのようなものが生まれてしまった。はい、あのよくあの知らない星で細胞を取ったらヤバいものが生まれたみたいな、これライフの丸パクリなんですけど、でその宇宙にある研究所で研究してたから、その研究所ごと爆破して、でそのおじいだけ帰ってこようってしたんですけど、そのこのデスワーム爆破した時にお腹に赤ちゃんがいて、でその赤ちゃんが爆破したんだけど、その赤ちゃんだけ生き残って、そのおじい の地球に逃げ戻ってきた時一緒についてきちゃった。でここに不時着したおじいがこの村で暮らしていましたが、ある日その妻と娘が池に行ったまま帰ってこなくなったので、おじいさんもそれを確かめに池に行ってそのまま帰ってこなかったんです。っていう証拠を、何かしらの記録のようなものを見つけます。そのあれでもいいです、ビデオでも何でもいいので見つけました。なのでその調査取材チームと、そのあこした大丈夫、トマトのみんなで池に倒しに行きました。で、取材チームね、男女いたんですけど、実は男の方はなんやかんやで食べられちゃいました。はい、ちょっとなんか女にいいとこ見せようとして食べられちゃったんですけど、最後火炎放射器を使ってデスワームを倒しました。はい、でそのよかったねって、最後ね、これエンディングなんですけど、取材を終えまして、取材チームがもう帰りますよっていう日に、え、あれトマトの様子がおかしいぞってなったら、トマトの手足がで怖い、でその時トマトの手足がミミズみたいに真っ赤に腫れ上がっていました。で取材チームは怖いのでそのままその村を去りました。おしまいっていう話です。分かりました、今。あ、分かりました。聞いただけで分かりました。だから、やりたいことに入れ忘れたんですけど、村系の映画好きなんですよ。やばい村とか犬鳴き村とかもあるんですけど、だからそう、ちょっとやりたいことを入れすぎちゃったかなって思ったんですけど、とにかく家に行ったら、そのモンゴリアンデスワームがいるんですよ。で普通モンゴリアンデスワームって割と一般的な言葉ですかね。みんな知ってる言う、あのもしかしたらこれ ね、 いいですよね、あの一緒にこう仲間さんの話聞きながら検索をしまくった方がいいかもしれないでも本当はデスワームでよかったんですけど、ちょっとモンゴリアンつけたら異常にかっこよくなるから、ちょっとモンゴリアンデスワームでいたいんですよね。痛いんですか。だって巨大なイモムシ、ね、そうそうそう、ミミズがいて、なんか普通だったらなんかそのミミズの生まれとか、なんかそういうサメとかも、サメ、あ、
サメは生まれた経緯言うけど、巨大ワニとかなんか生まれた経緯あんまり言わないじゃないですか。ただ戦うみたいなのが多くないですか。だからこれはちゃんと宇宙のやばいやつから生まれたんだよっていう SF 要素を入れて、はい、でそれ何に根拠が必要だってことですか。根拠別になってもいいんですけど宇宙を入れたかっただけです。そう宇宙から来たっていうのを入れたくて、あと最後結局もうトマフト自身がミミズ男になっちゃって終わるんですけど、ミミズ男の話違うの。でも巨大ミミズを倒したと思ったんですけど、そのなんか別に自分が生きてなくても人に寄生できるみたいな、はい、できるぞって、はい、できるぞってなって終わるんですよ。続きないですけど終わります。この後どうなっちゃうのかなみたいな感じの終わり方をする。それで、何でしたっけ、あ、配役とかなんか言われてるんですか。はい、で、今出てきた4人、一応4人しか出てこないんですけど、これデスワーム除いた、取材チームが男女出てくるんですけど、女の人はちょっと調べて、ベイリー・ノーブルさんっていう人がいて、この人は新しい方のマーターズの主人公やってる女の人で、ちょっと顔が濃くてなんか叫び顔が似合いそうだなって思ったので、この人がいいかなと思って。知ってた、元から知ってた人ではない。全然知らなかったです。でもマーターズ見てたから、そのパニック系が合うのかなと思って。でこれ男の人がちょっと見つかんなくてなんか小太りでなんか博識そうだけどすぐ死にそうな人がよって、ちょっといい人いたら教えてほしいんですけど、本当はジョン・グッドマンが好きで、私キングコングのあのドクロ島の博士やってたんですけど、ジョン・グッドマン。でもジョン・グッドマンだとちょっと存在感が強すぎちゃって体が大きすぎる。だからもうちょっとちっちゃくて白色そうだけどすぐ死にそうで、マーク・ラファロー。誰？あのハルクの人です。マーク・ラファレル？マーク・ラファロー。マークラファル。アベンジャーズのハルクの人です。いや絶対死なないですよこの顔は。めちゃくちゃいい、ぶん殴りそうじゃないですか敵。普通の時は割と気弱な感じ。そうなんですか。はい、あでも確かに写真決めちゃうかな、写真は。なるほど。いいかも。アベンジャーズ見たことないんですよね。どこですか。スパイダーマンは。アベンジャーズのやつ、スパイダーマン。あの MCU って言われる最近のやつです。3年ぐらい。古いスパイダーマン。じゃあ、ポイントちょっと候補に入れておきます。ちょっと。オーディションする。オーディション開催します。マークラファ。何歳ぐらいの人がいい。ああ。それがないとちょっと。で、あ、ちょっとじゃあ先にもう二人を言うね。もう二人、トマト役がガタカンに出てた頃のイーサン・フォーク。10年前ぐらいで、おじい役が郵政カーの物体 X に出てた頃のカートラッシュ。難しい。だから結構若めがいいんですよね。誰だ。この
あ、その男の人取材チームの男の人、はい、でもいつの誰でもいいんですよ、この時代の誰だみたいな、そう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 、だから挙手でこいつがいいんじゃないか、日本人がいいんですよ、日本人あれですよね、メグザモンスター、あれメグザモンスターの人ってあれ日本人ですよ、なんかメグザモンスター、サメのやつの世界線の、そうそうそう、あれで途中で潜水艦の中に、日本人じゃないかな、20代、28ぐらい、自分の中の28だから、だから32でも28に見えれば大丈夫みんな今何考えてますか、ホンゴリワンってさ、調べてる、コブトリ博識俳優、コブトリ博識俳優、28歳の俳優で出てくるのかな28ぐらいの俳優で誰かなって、アベンジャーズの人しか出てなかったジョン・ファブローが出てきた、ジョン・ファブロー、全然おじさん、これなんかイーサン・ホークはインシディアスっていうホラー映画に出てて、確かインシディアスじゃなかったかな、そうです、なんでその男の人が決まれば完璧です、だいたいどれくらいの時間の上映時間、あ、45分くらい、2時間、どうしよう、どうしよう、ちょっと待って、でも90は絶対に超えてはいけない、70だと80分ぐらいですかね、なんかね、で本当はなんかこういうので死ぬあるあるのなんか最初なんかウェイみたいな若者たちが、サマーキャンプ系のやつですね、そうウェイって来たやつらが最初に食われるっていうのも入れたかったですけど、ちょっと村だとちょっと難しそうで、あでもグリーンインフェルノとかはやれてるか、なんか若者が奉仕活動しに村に行ったら食べられちゃったっていうやつですけど、中村さんの中でこの映画の一番の肝っていうのはクライマックス、もしくはこうここのシーンがヤバくなるみたいな、ああでも結構なんか全部いいじゃんって思ってたんですけど、多分なんかモンゴリアンデスワームの出来次第になりそうですよね、これは結構そこに頼っちゃいそうですよね、そこがしょぼかったら多分ダメだなって思うんで、しかも一匹の予定なんで、家族とかじゃなくてどうしよう、いやもうなんすか CG?VFX だかりのそれがかなと、でエンディングテーマがね一番自信あります、私で、まあ、これを僕も昨日夕べかなもらって、まあほうほうこういう話かみたいな、要は宇宙に、まず、行方不明になっちゃう
奥さんと娘がいて、そうそうそう、なんでだろうって調べた人たちがいて、そうそうそう、それでよくよくあの追っていったら、うん、要は宇宙からの何かがやってきたのが地球に住み着いちゃったみたいな。そうなんです。であ、なんかそう聞いたらすごいよく聞こえました今。面白そう絶対見に行く。でそれをたまたまその村を取材しに行ってる人たちがなんかこれ事件あんじゃねえかみたいな感じでこう取材をしに行って、たまたま取材の方がいいですね。絶対そうがいいの、なんか違う予定で行ったら事件起きてんじゃんみたいな、はい、なんか 村祭りの取材に来たみたいな形にしますか。そうします。ちょっとでそれで取材をしに行く過程でこのトマトのおじいでしたっけ、うんうん、が実は連れ込んできてたみたいなのが分かるみたいな。そうでそれが今いちよく分からなかった。ほぼ泣いてた女が最後力を発揮して生き残るの全くよく分からなかった。それ要するにファイナルガールが欲しかったわけですよね。はい、要するにその最後に生き残る女って絶対いるじゃないですか。あ、そうはいはい、パニック系だと、はい、それがいるやつにしたかったっていう。そうなんです。この取材チームの男を倒したのはそういうわけなんです。その取材チームの女の人が助かるっていう。男の人は食べられちゃう、食べられちゃうか潰されちゃう、潰されちゃう、潰されちゃう、誰に、そう、デスワーム、ああ、カーソンのなんか人間関係でこじれて、その映画的なやつが展開ですね。でそれでなんとか火炎放射器を見つける、女の人が見つけるんですか、ね、そうでボワーンっていって、よかったねっていう、よかったねって、はい、それで振り返ろう。いやなんかトマト、おい、よかったなみたいな感じになったんですけど、その人になったかみたいな。そうすごい山田さんの方が、山田さん監督で私脚本にします。これ面白くなる自信がないので、ちょっとキャスティングでなんとかしましょう。あ、レオンみたいな、そうそうそう、ナイスな配役を、配役次第ですよ。で終わってないやんけみたいなところでなった時に これが流れてくるってことですね。そうです。あ、流れた。これイギーポップのマッセンジャーっていう曲、エンディング、イギーポップの、そう、これしかない。これがあれですよね、あの要はおじいが連れてきた乗客だったっていうことじゃないの。そう全然なんかそうです違う気がするあ、そういうことかそれにしましょう。タイトルじゃあこれじゃないですか、タイトルが。パッセンジャー、でもパッセンジャーってなんかなかったっけ、あのバカウケみたいなのが運ばれてくる映画なかったっけなんか宇宙からバカウケが降ってくる映画があって、それメッセンジャー、メッセージだ。あ、パッセンジャーは違う、宇宙船でかいやつですね。これパッセンジャーは宇宙船で冷凍睡眠してた2人だけ起きちゃうやつですよ。それに勝てる自信ないから、勝とうと思ってた。なるほど。ザ、ザパッセンジャーにしますか。ザつけて違うよみたいなのアピールするってことですか。それかパッセンジャーニョロニョロモンゴリアンです。それは言わない方がいいんじゃないタイトルで。モンゴリアンデスワームの村みたいな。いや、ちょっとごめんなさい、僕はなんかこう、あの買いかぶりすぎたところがあったかもしれない、中村プロデューサーをちょっと買いかぶりすぎた。でもなんか、今のイギーポップのバッセンジャーで終わる映画はめちゃめちゃかっこいい気がした。ほら、まとまるでしょ。
なんかありそうな気もするけど、もしかしたらなんかいい終わり方な気はするの。いや、僕はあんまりそのレオンの一番最後のあの、うん、シェイクオブマイハートが入ってくるのが、うん、あんまちょっとなんか私も どうなのあれみたいな感じがあった。この軽い感じの音楽で終わるのが好きなんで、最近なんかオーケストラで終わるのが多いから、なんかホラーでもちゃんちゃんかちゃんちゃんって感じで終わってほしい。全然わからないですけど。タイトルじゃあ、どうしようかな。それか村の名前を決めて、なんとか村みたいな。いや違う。いや、ザ・バスセンチャーにしましょう。いや、ニョロニョロは、ニョロニョロは日本に出すときはつけます。日本に出すときはちゃんとパッケージにもデスワーム入れちゃうから。ネタバレだ。ダメなやつだ。なんか太字で、まあ、パラサイトみたいな感じのやつですから。あとタイトル、あ、そう、さっき、そう、全然関係なくて聞こうと思って忘れてたことがあって、レオンの話なんですけど、はい、レオン あの出会ってからの別れまでって実際どのくらいの時間なのって思って、あ、なんどれくらいの期間一緒に過ごしてたのかなって、なんか1週間なのか1ヶ月なのか、でもなんか親密度的には1ヶ月みたいな感じだけど、なんかその出来事的には1週間くらいじゃないですか。日常の、うん、あのある状況があるじゃないですか。あと、あと今年の何回も繰り返していくところがあるから。あ、そっか、あ、そっか、じゃあ結構経ってるってこと。半年ぐらい。どんぐらいだと思いますか。聞いてみて。1ヶ月以内だと思う人、3ヶ月以内、それぐらいなんで。でも潜入する日にまだ弟のあの死体の線があるんですよ。ずっとあるやんってならん。ずっとあるもん。抜け出してやっと帰るまで、あれなんか何ヶ月ってたか、2週間って言ってたっけ。いや、なんかそこがなんかあるんじゃないかなと思って。あれは違う、入って2週間で逃げ出しましたねって言ってた。でこのまま学校来ないとえらいこっちゃですよみたいなことを。お金払ってなかったって言ってた。うんうんうん、お金は払ってたけどこのまま来ないんだったら退学にさせますよみたいな話。あ、だから復学するのまでの期間の間には入ってるってことですね。もう3ヶ月ぐらいというこの場ではだろうということになる。大丈夫ですか皆さん。知恵袋で聞きますよ私。知恵袋間違ってたらどうするんですかね。みんな違うじゃないかみたいなこと言うってことですか。言う3ヶ月かな。でもあの死体の線が、弟の線が書いてあったのって、あの日常生活の後でしたっけ。そう、あのマチルダがその家に隠してあるお金を取りに行って、でタクシーで結構やりタッチするから、結構経ってるなと思って。じゃあそんなに2ヶ月も3ヶ月もあの状態のままっていうのは考えられないってことですね。確かに。それかなんかその麻薬取締官がその口止めじゃないですけど調査させないぞみたいな、ここはなんか触るなみたいにしてた可能性もありますけど、はい、なんか普段よりも長くキープしたと。そう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 。中村さん、ちょっと一個聞いていいですか。あの一番多分レオンで有名なこのシーンっていうのは
については何も感じなかったんですか。私が欲しいのはロシアのルーレ愛かしか。そうそうそう。どういうふうに見てたんですか、あれ、あそこのところっていうの。無ですね。マチルダ的なああいうキャラクターだとか俳優には感情移入ができなかったみたいな。マチルダに対して、はいはい、あんまりしてないと思って、なんか壁から覗いてるって感じですよね、その二人を。あ、二人がやってるの、うん、でみんなは感情移入、どっちに感情移入するんですか。そういうことじゃなくて、あ、いやいや、なんか映画ってそういうものかなっていうか、その配役者の人たちに感情移入したり、うん、役者の人たちの価値観と自分の価値観っていうのをこう照らし合わせながら見ると、うん、面白い映画がバチッとハマる人がいて、うん、なんか分かんないなっていうのはそれなのっていうのが映画なのかなと僕ちょっと思いながら見てたりするので、うん、誰かその役者さんにこうとか怒ってることに自分の価値観とかどう当てはめるのかなみたいなことは、うん、難しいですか。難しい。アメリカだし、アメリカじゃない、アメリカ、うん、ちょっとアメリカ、アメリカとフランスの合作です。感情移入、どうしよう、感情がない人だとでも思われてないから泣くとかなかった、あんまりその映画を見てそういう感覚にならない。レオンは、いや、千と千尋は泣きました。私はどこで泣いたんだ、あれ思い出せない。え、でも最近映画で泣いてないかもしれないっていうことには気づいちゃったよ。映画で泣きますか。泣く、映画で割とそういう感動とか泣く何で泣きました。ちびまる子ちゃんの最初のアニメのやつ。大野と杉山の友情で泣いたよ。号泣だよ。あの大きなノッポの古時計を歌うとこで。ぜひ見てください。わかりました。多分30年ぐらい前ないですね。20年ぐらい前。え、泣いた、泣いた、何で泣いた。最近ラストレター泣いちゃう。ラストレター、見てない。見ました。泣く。パパ何で泣きました。え、泣いた映画を。みんな進めない。詐欺が出ずの。でも映画にそういうものを求めてないってことですよね、もしかしたら。そういう感動するだとかない。そういう映画を見てないんですよ、多分。あ、あ、分かってる。スタートレックとかだったら泣くかもしれない。なんかすごい分かりやすい、あ、死んじゃったけど頑張るよみたいなのだと泣けるんですけど、恋愛はなんか恋愛基本になって、多分 レオンも恋愛の観点で見てない。だから、なんかない。レオンは何だかんだで結局バディームービーなのかなっていうふうに、なんか雰囲気じゃなくて、なんていうんですかね、なんか世界観が好きって感じですかね。なんか憧れみたいのがありますよね、なんか。はい、あの時代への憧れみたいな。はいはいはい、それよりも結構大きかったと思いますけど、ね、あの感じがいいみたいな、作品に感動というか、ああいう世界観が好きみたいな、だから本になったんじゃないかなっていう、レオンっていう本になったのかなと思いましたけど、確かに世界観が
という感じでちょっと押してしまったのでそろそろ終わりにしようと思いますが、あ言い残したこととか質問ま一個も答えてないどうしよう、ちょっとどっかでなんかもう一回まとめますね、あの今回出張編ですけど、あの番外編もう一回作りますか、一回だけ本当ですか、今日の話でもいいし、そっちのそのザ・パッセンジャーの話でもいいので、それを発表する場があった方がいいかなっていうふうに思って、これザ・パッセンジャーができた直後にもう一個、あ、これ撮れるかもって思ったのが、アフェリエイトでしてる人を説教しに行くドキュメンタリーアフェリエイトでやってる人を説教しに行くドキュメンタリー、私でもいいし、なんか2人組とかで説教しまくるっていう撮りたいなと。どうですか、どっちが良いんですか、この考え抜いたパッセンジャーと今でも そっちの方もバトルのアフィリエイトの人たち、アフィリエイトでもそれちょっと POV っぽくなりそうじゃないですか、そうなりそう、はい、こっちの方がになりそう、これ最初は POV じゃないなら主人公警官にしようかなって思ってて、で警官だったら取材の人がいなくても調べる人だからなんか成り立ちそうだなって思ったんですけど、 POV にしたらもう宇宙の説明とかとんでもなく面倒くさくなりそうですよね、確かにだって流せないんですもんね、その回想シーンも、まあ、ちょっと考えます、予算10万円でいや撮りますもうちょっと演じするよさっきの俳優1人1万円で、はい、という交通費は自己負担で、いいですか、特典会の時間が短くなっていくだけなので、はいはい、ごめんなさい、という形で、中村壮生の映画なんとかでや、レビュー映画レビュー部屋田舎暮らし出張編、とりあえず以上で終わりにしようかなと思っております、はい、ありがとうございます、はい、やってみていかがですか、ちょっと楽しかった楽しかったいやでもね、そう本当に話せる人がいないんですよ映画について、はい、今日もね、わかんないですけど話せてたか伝わってたかわかんないですけど、やっぱね、音楽とかもね、同世代の人とあんまり話せなくて、だから嬉しいです、聞いてくれる人がいて幸せです、ありがとうございました。